皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。本日からね、こちら5分後の世界をプレイしていきたいと思います。で、ちょっと冒頭ね、お伝えしたいことがありますので、この辺必要ない方は数分ぐらい、シークバーをね、触っていただけたらと思うんですけど、YouTube のコミュニティの方でもお伝えしてたんですけど、街と5分後の世界で、どっちをやるのか結構ギリギリまで迷ってたんですよ。なので決定打が欲しくて、まあ、下調べを軽くしました。ネタバレとかしない程度にね、まあ、でもね、5分後の世界は、結構ね、出回ってなくて情報が。あんまり参考になりそうな情報拾えなかったんですけど、とりあえず街は、以前プレイしたことのある渋谷のシステムがかなりもう出来上がってるものらしいんですよ。なので、ゲームの進め方的なものとか、あとボリュームも、なんとなく想像がついてるんですよね。で、この5分後の世界が全く想像がついてないんですけど、ただ一つちょっと気になるところがありまして、それは既読スピッツ感が、既読スキップがかなり弱いらしい。野草局よりも下手したら既読スキップ弱そう。なんか既読スキップという名の早送りみたいな感じぽいのよね。プレステ2なんですけど、このゲーム。なので、もしかしたら、リタイアする可能性を感じてきた。その既読スキップのないサウンドノベル結構大変なので。連打機能のついてるプレステ2のコントローラーとかも探すに至ったんですけど、プレステ2のね、連打機能ついてるコントローラーが、なんか良さそうなのが見つけられなくて、まあ、ちょっと実際プレイしてみてね、これは連打機能いるぞってなったら探すか、なんかマッサージ機みたいなのをコントローラーに当てるとかも、そういうことしていかないかん段かもしれんけど、まあ、リタイアの可能性も、鑑みて5分後の世界からしようかなと思って。多分街はね、リタイアしないと思う。から、それやったらね、せっかくなので5分後の世界から、ちょっとなんかごめんね、なんか物言いが申し訳ない。5分後の世界の不安の方からしたらね、申し訳ない。ちょっとやったことがないので、不安要素しかちょっと目に入らなくて、こういう決断になってしまったんですけど、まあ、でも、基本的には、全部プレイするつもりでいます。し、なんせ私5分後の世界に関しては、Amazon かな、なんかのレビューで、攻略本があっても難しいって書いてたんですよ。なので、攻略本があってもってことはないなんてもってのほかやと思って、こちらは秘伝の書を購入しました。あんまり攻略サイト的なものもなかったんじゃないかな。攻略系はちゃんと調べてないので定かではないんですけど、なんかパッと見攻略サイトらしきものも見当たらなかったので、多分攻略本がないとしんどいんじゃないかな。ですんで、とりあえず1周目2周目っていう概念があるのかな。1周目は普通にプレイしていって、ルート分岐を探す段になったらもう遠慮なくこの秘伝の書を読んでいきたいと思いますね。で、ちょっとゲームをするにあたって秘伝の書パラパラっと読んでましたら、なんかちょっとね、システムが複雑で、まあこの辺は進めながらでいっか、私もね、ちょっとピンと来てないシステムがいくつかありましてね。なので、まあとりあえずやりましょうか。ごめんなさいね、ちょっと冒頭、このお話を伝えしたくて。まあ要するに何が伝えたいのかっていうと、失踪する可能性がありますということです。なんか画質が、これでいいんか？ん？キャラクターショーを選択。ゴっておるやん。ゴっておるやん。あ、ショー選択ってのがあるわけね。とりあえずこれ、ん？どういうこと？これでいいってことやんな。何も変わりっこないと思ってた。変わる必要もないと思ってた。
このままでとりあえず不自由ない。誰も僕のことなんか知らなくていい。僕も他人のことなんて知りたくもない。明日僕がいなくなっても世界はまるで変わらないんだ。同じような毎日がただ続くだけ。この世界はそういう風にできているんだ。例えば、父親がいなかったら僕はこの世に存在していなかった。だけど今、僕は父親なしで存在している。それで何の不自由もない。寂しさを感じたこともあったけれど、それでもどうにかなってきた。そんなもんなんだ。どうにでもなるんだ。だからどうだっていいんだ。頑張ろうが、サボろうが、ただそのまま流れていくだけ。それでいいと思ってた。世界なんか変わりっこないと思ってた。変わりようがないと思ってた。そう思ってた。それでいいと思ってた。思ってただけなんやな、彼は。あ、喋るやん。画面暗いね。ちょっとこの辺は編集で明るくしますね。変わっていた。何かが変わっているんだ。何が違うんだ？空気が違う。風が違う。今まで感じたこともない何かがここにある。僕の周りに漂っている。それを肌で感じていた。風が違う。風？そうだ、吹き飛ばされたんだ。突風なんてもんじゃない。まるで巨人の手が背中を叩いたような圧倒的な力に吹き飛ばされた。爆風、爆風だ。ヘリコプターから何かが発射されて、それが僕のすぐ近くで爆発して、吹き飛ばされて、地面に叩きつけられたんだ。大丈夫だ、生きてる。吹き飛ばされても生きている。当たり前じゃないか、僕は生きている。でもどうしてヘリコプターが僕を攻撃したんだ？ゾクリと背中に冷たいものが走った。視界に入っていたのに、今それに気がついた。人間が倒れている。僕と、これ、泉かな？僕と泉しかいなかったはずなのに、人が倒れている。軍服を着た奇妙な人間。体の大きさが半分しかないじゃないか。なんであんた、どうしてそんなに体が小さいんだ？息を呑む。下半身がないんだ。腹の肉がきれいに剥がれて、ちぎれた内臓が血を流しながら垂れ下がっている。吐いた。何度も吐いて吐くものがなくなって、それでも胃袋は痙攣を続ける。見るな、もう見ない方がいいんだ。でも声が聞こえた。Kill me, please. Kill me. 髪の色は金髪だ。そして青い目が僕を呼んでいる。殺してくれと、今にも途切れそうな声で呼んでいるんだ。叫び出すのと立ち上がって走り出すのとが同時だった。走って逃げなくちゃならない。ここには何かが渦巻いている。強烈な何かが。逃げなくちゃならない。考えるのは後回しだ。逃げろ、この場から逃げ出せ。叫んでいた。叫ばないと自分の声を聞き続けていないとおかしくなりそうだった。恐怖とかそんな言葉で言い表せるもんじゃない。気が狂いそうになるのを走ることと叫ぶこととで懸命にこらえた。走り続けた。何度も転んでは立ち上がった。体は燃えるように熱いのに汗をかいた背中がとても冷たかった。どこまで走ればいいのかわからない。きっと体が教えてくれるはずだという気がしていた。不意に森が途切れるのが見えた。
あの兵士たちに事情を話せば助けてもらえるかな。あ、一体何が起きているのか何もわからない。誰かに尋ねたなら説明してくれるのか。左スティック？ん？左スティック？え？ポイント移動？あ、待って、これとりあえず丸か。え？おい！あ、待って、これどうすんの？あ、ちょ、これ時間？押した？軍服を着て銃を持ち、体中から殺気を放ち、兵士が立っている。一体ここで何が起こっているんだ？誰か教えてよ。何もできなかった。ただ、目の前の光景を見ていることしかできなかった。兵士がこっちを見ている。何かを叫んでる。どうして殺気だなんて思ったんだ？そんなものを感じられるのはどうしてなんだろう？今さ、ピーって言ったやん。あのタイミングで私がボタン押したってことやんな。いや、ボタン押したかどうかちょっと自分でもわからんくって。なんか、いや、実を言うと、結構前から押してたんやけど、反応しなかったのよ。だから、どの時に押したボタンが、いつ反映されたのかわからなくて。何やったんやろ。またちょっと後で確認しますわ、秘伝の書を。銃を向けられた。撃たれる？撃たれるのか？どうして僕が撃たれなきゃならないんだ？そう考えた瞬間、離れた位置から銃声が聞こえて、二人の外国人兵士はまるで人形の頭を指で弾いたように倒れた。頭から何かが飛び出していくのが見えた。急に体に震えが来た。寒気とは違う、全く別の震え。兵士が倒れた方向と反対側の方向、別の軍服を着た兵士が銃を構えていた。ごっつい銃やな。あいつが撃った、そして殺した。僕を助けてくれた？そうなのか？倒れた兵士たちを見た。頭がえぐられたようになっていて、そこから流れ出したものが地面にどす黒いシミを作っている。後から後から流れる血が血だまりになっていく。これが死体。もう吐き気はしなかった。でも体が震えた。怖いのかどうなのかわからないけど、とにかく体が震え出して、それが足元から上がってきて、歯がカチカチと音を立てていた。息を吸い込むと余計にそれがひどくなった。すぐ近くに別の兵士が立っていたのに気がつかなかったのはどうしてなんだろう。そいつは何も考えていないような顔つきで僕を見ていた。兵士を撃ったのはこいつだ。助けてくれたのはこいつなんだ。日本人だな。何をしている？こっちが聞きたいよ。日本人の兵士、自衛隊なのか？震えが止まっていなかった。また爆発音がして、尾を引く甲高い音が聞こえてきた。その瞬間、日本人の兵士は何か叫んで、僕に飛びかかってきた。それでも、それは攻撃のためじゃないのは分かった。体が宙を飛んで、背中から地面に叩きつけられて、息ができなかった。変な声が自分の声から出て、それがとんでもなく嫌だと思ったけど、そこから意識が遠のいた。そして思い出す。あ、オートセーブ対応？顎を殴られる。そのまま倒れそうになるのを我慢した。どうしたよ？お姉ちゃんの前でカッコつけないのかよ。ごついバッシュのつま先が腹にめり込んだのが見えた。こいつバッシュで？この汚くて臭いのは山崎の靴だ。カッコつけてなんかいない。お前が勝手にそう思ってるんだろ？めっちゃダセーぜ、坂城。これ坂城？これね、坂木って呼ぶらしいですね。坂城さんじゃないです。坂木さんですね。
やめてお願い。泉だ、後ろから羽交い締めにされて身動きが取れないんだ。体をねじって逃げようとするけど無駄だ。力の抜けた体にまた力が戻ってきた。その汚い手を離せ。喋ると口の中が金臭い。溢れてきた血を唾と一緒に吐き出した。お前まだ分かってねえな。拳が数発腹にめり込んだ。息ができない。やめて、サトルが死んじゃう。その声に応えるみたいにパトカーのサイレンが聞こえてきた。不意に奴らの手が離れた。榊、これに懲りたらあんま生きがるんじゃねえぞ。何言ってんだ、生きがってなんかない。山崎たちの後ろ姿を見つめながら、正直悔しいより痛いより恥ずかしいよりほっとした。泉は無事だった。温かい手がそっと頭に触れてきた。泉の顔がすぐそこにあった。安らぎを感じる。ねえ、サトル、大丈夫？涙声の泉に笑って見せたつもりだったけど、うまくいかなかったかもしれない。ごめんね、ごめんねと繰り返す泉に、なんで泉が謝るんだよと答えた。呼び出したのは僕の方だ。家で話せば済むことなのに、わざわざ夜の街に連れ出したのは僕の方だ。そこであいつらにばったり会ったのは運が悪かった。畜生、せっかくの決心が無駄になった。晴れてはいない。見られない顔じゃなかった。だけどすぐに山崎の顔が浮かんできて、鏡の中の自分が顔をしかめた。いつもなら泉の家に行って朝ごはんを一緒に食べるはずだけど、さすがに今朝は気恥ずかしかった。おじさんやおばさんに心配かけるのもまずいから、一人でトーストとコーヒーで済ませた。泉には、泉に言うのはまた日を改めよう。急がなくてもいいんだ。だけど、玄関を開けるとそこに泉がいた。車のドアにもたれて僕を見ていた。こんな日くらいサボっちゃおうよ。サボってどうするんだよ。ドライブ行こう。ドライブ？うんとうなずいた笑顔に、何か物言いたげな憂いみたいなものを感じた。物心ついた時からずっと感じてきた仕草。行こうよ。何か話があったんでしょ、昨日は。泉さん、車の運転できるってことやんな。泉の瞳を見つめよ。僕は黙って泉の目を見つめた。いつも僕に優しく語りかけてくれる瞳。まあね、伝えたいことはある。あるんだ。それを昨夜言おうとしてあんなことになった。泉はもちろん察してくれたんだと思う。当たり前か。隣に住んでいるのに話があるから外に行こうなんて。見え見えか。わかった、着替えてくる。いいよ、そのままで。制服のままで。大丈夫だよ、行こう。断ることなんかできなかった。制服？ずっとずっと小さい頃からだ。これで何回目になるんだろう。ここは泉の運転する車の助手席は、いつも僕を余計に無口にさせる。もう何年も前から感じている歯がゆさを思いっきり感じさせてくれる。いつも一緒にいたのに。気がついたら隣で微笑んでいるくせに、いつも僕の少し先を歩いていく泉。僕は何年経っても年下だ。あー、年下男子なんやな。制服ってことは、まあ、高校生ぐらいかな。で、泉さんは車に乗ってるってことは、まあ、高校3年生？車って、あれやな、ギリギリ高3で免許取れる人いるよな、頑張ったら。だから高3以上ってことか。だから私は高2以下ってことやな。2年後も、5年後も、10年後も、泉はずっと年上の幼馴染だ。それが嫌なわけじゃない。このままでいいとも思う。何も変わらなければ。
周りがこのままの僕たちを放っておいてくれるなら、僕と泉がこのままで暮らしていけるなら、それでもよかった。言えずにいることを言わなくてもいい。それでも。高速道路に入ったところで気づいた。泉がどこへ行こうとしているのか。別荘？あ、わかっちゃった？わかるさ。泉が笑う。久しぶりだ。別荘あんの？小さい頃から夏休みは泉んちの別荘で過ごすのが当たり前だった。変わらない夏の行事だった。でもここんところはめったに行かなくなっていた。泉の家族が出かけても僕は理由をつけて行かなかった。行けなかった。毎年そこで絵を描いていた。泉の肖像画を描いていた。幼稚園の時のクレヨンの落書きがスケッチになって、水彩画になって、油絵になって。それが何年か前に突然、泉を描こうとすると白いカンバスがまるで何もかも吸い込んでしまう暗闇のように見えた。突然だったんだ。それが何なのかわからなかった。描けなくなっていた。絵を描くことは小さい頃から好きだった。自分から進んで何かをやったなんて絵ぐらいだ。それが描けないというのはそれなりに僕を落ち込ませた。泉が描けなくて、他のものも描けなくなって、筆を持つ気にもなれなくて、なんだか何にもする気がなくなって。ただ毎日を流されるようにやり過ごした。持て余していたんだ。そんな自分を、自分の感情を。思春期やな。熱い風が頬に当たって目が覚めた。穴の中？違う。地面がくぼんでいるところだ。さっきの日本人の兵士がいた。そうだ、この兵士が僕に飛びかかるようにしてきた。無理やり伏せられたんだ。僕を守ってくれたのか。眠ってる場合じゃないぞ。ここでは戦闘が行われている。確かにこの目で兵士が死んでいくのを見た。おまけに目の前に死体が転がっているのに今頃気づいた。冗談みたいに寝そべっている。泥だらけの、どこを怪我しているのかもわからない青白い顔をした死体。でもどうしてそんなものがここで起きているんだ。飲め。何これ。え、兵士が何かを差し出した。安っぽいボール紙でできた小さな箱。光源？何これ。箱から白っぽい錠剤を取り出して僕の口に押し込んできた。冗談じゃない。一瞬唇を固く閉じたけど、兵士の真剣な瞳に逆らえず口に入れ、怖いな怖いな。いきなり人からもらう薬。思わずゲッという声が出た。ひどい味だ。一度しか言わない。3メートル離れて後をついてこい。守らないとトラップに引っかかる可能性が高い。行くぞ。質問をする間もなかった。兵士はあっという間に窪地から飛び出していった。3メートル？僕は口を開けたまま、ピクリと反応する自分の体を、その後どうするのか迷っていた。ついていくのか、あの兵士に。これめっちゃ分岐っぽいよな。まあでもついていくよな。いや、どうかな。ついていくよな。まあ、一旦ね。ここにじっとしていたって何も変わらない。何が何だか全然わからない。わかったのは、ここが戦場だということだけ。夢ではなく、現実の戦場。爆発音や、ものすごい勢いで、風を切って飛んでいく音。遠く聞こえる悲鳴。火薬の匂い、焦げる匂い、ほじくり返された湿っぽい土の匂い。窪地を飛び出して、兵士の姿を追いかけて走り出した。なんだってんだよ。どうしてこんなところにいるんだ。動かなきゃ何も変わらないと、頭のどこかで誰かが叫んでいた。
ついていくのは簡単じゃなかった。兵士はライフルを持って、おまけに2つ別な銃を肩から下げているのに、走る速さはとんでもなかった。姿勢を低く、背中をかがめるようにして走っているのに、それなのに、きっと全身の筋肉の連動の仕方が本質的に違うんだ。僕は陸上部にも入っていた。一番得意なのは100メートルだけど、400メートルまでならやった。絵が描けないモヤモヤしたものを抱え込んで、美術部にも顔を出さないでブラブラしていた。バイトもする気にならないし、家に帰ってもしょうがない。ゲーセンにはなぜか僕を目の敵にする連中がうろうろしてる。グラウンドを見下ろす土手に座って、ぼーっとしている僕に向かって、話しかけてきたのが陸上の北村先生だった。陸上部に来いよ。唐突だった。弁当箱みたいな体を揺すって、どっかといきなり隣に腰を下ろして行ったんだ。陸上部？おいぞ、体動かすのは。何もかんも忘れちまうからな。そうだろうなとは思ったが、やる気にはならなかった。とにかく何もする気にならないんだ。なんでですか？でも、すぐに断るのは悪い気がして、僕は聞いた。何？どうして僕を誘うんですか？足は極端に速くもない。目をつけられる覚えはなかった。フォームがいいんだな、榊は。フォーム？そうだ、と北村先生は力強くうなずいた。習ったわけでもないのに、理想的なフォームで走っているのを授業で見た。驚いたね。文字通りの理想が走っていると思ったよ。そうなんですか。なんでなのか。目がいいんだろうな、きっと。目？絵が得意な人間には、それがあるって聞いたことがある。お前に与えられたテンプだよ。使わない手はないんじゃないか？おだてられて始めたわけじゃない。マジで打ち込もうと思ったわけでもないけど。それでも、北村先生の言う通り、体を動かしていると、もやもやしたものは忘れられた。少なくとも、走っている間は。記録は悪くなかったんだ。代表になって、県大会にも出た。それなのについていけない。あの兵士のスピードはとんでもない。あの姿勢でこれなら、きちんとしたフォームで走ったらどうなるのか。オリンピッククラスじゃないのか。見晴らしのいい場所に出た。そこで兵士は一旦足を止めた。急ブレーキをかけたような止まり方なのに姿勢が乱れない。とにかく助かった。内臓が出てくるかと思うぐらい息が上がっていたんだ。あの兵士はしゃがんで何かを見つめていた。僕の様子になんか目も留めない。ようやく息が整ってきて僕は近づいていった。何をしてるんだろう。どうしたんですか。あ、突然足を止め、茂みに身を伏せた兵士。兵士が指し示す方向に見えるものとは。これさ、丸ボタン、これ赤い時に押すの？遠くでよくは見えないけど、兵士の肌の色がまちまちなのは確認できた。急ぎ足で前進していくのがよくわかった。国連軍は焦っているな。防衛線を突破すれば、すぐに DMZ だ。国連軍？この男、国連と戦争してるのか？名前は？あ、榊です。中島総長だ。状況を説明する。伊豆DMZ って何？伊豆 DMZ へ向かう途中、散会した後で、前進してきた国連部隊に本隊と分断された。合流地点に向かう途中でお前を発見した。総長、国連部隊、散会、分断、合流地点。
日常生活になくても何の支障もない単語のオンパレードだ。でもようやくはっきりした。やっぱり外人兵士たちは国連軍で、この男はそれと戦っている。国連軍と戦う日本人兵士。自衛隊なんですか？自衛隊？そういう名称の部隊はない。何を言っているんだ？と目で言っていた。セーブ中の画面がちょっとシュール。戦争なんかに興味はない。それでも国連軍というものがどういうものかぐらいは誰でも知っている。国連軍はどこかの国に行って戦争を終わらせるために調停とか警備とかそういうために動くんじゃなかったのか？それなのにこの男は中島総長は何のためらいもなく国連軍の兵士を殺す。一体どうなってるんだ？河原に降りるぞ。ものすごい速さでいろんなことを考えた。国連軍と戦うってことはなんだ？日本が攻められているのか？だから戦っている？そんなはずあるわけがない。どうして国連軍が日本を攻めるんだ？テロリスト。そうだ、この中島ってやつが凶悪なテロリストだったらどうだ？そんなことしか思いつかない。この男についていっていいのか？絶対まずい。テロリストと一緒じゃ殺されても文句は言えない。だからって僕に何ができるって言うんだ。ついていくしかないんじゃないか。なんか今この人と別れる選択してもさ、なんじゃお前っつって殺されそうな気せん？だからって僕に何ができるって言うんだ。ついていくしかないじゃないか。こんなわけのわからない状況じゃ。中島総長と名乗った男の後を追って斜面を降り始めた。茂み伝いに確かな足取りで急斜面を降りていく。僕の方はあちこちで手をついたり転びかけたり、それでもなんとか斜面を降り切るところまで来て、滑りそうになる体を木を掴んで支えた。木を掴むな！え？木が揺れればすぐに発見される。絶対に木を掴んだり揺らしたりするな。なるほどね。でもそしたらさ、どうするのよ。ズベーって斜面転がり落ちていくのとどっちがいい？どっちが発見される？声出るで多分。道じゃなく、谷肌の斜面を移動していく。半端じゃなく歩きづらいのに、足取りに乱れは全然ない。身を隠せそうな茂みや木立を常に利用して進んでいく。そのせいで遠回りになることがあっても。彼が止まった。追いつくと僕の頭をぐいっと押さえ、引きずるようにして岩陰に身を隠した。低く囁くような声で中島総長は言った。見ろ、敵の最終防衛線だ。指さす方を見ると、土のうを積み上げた壁の後ろに機関銃を据え付けてある場所やコンクリートの小屋みたいなものがある。その間を兵士たちが行き来している。さあな、この土のうを積み上げた壁の後ろに機関銃が据え付けてあるって、これめちゃくちゃメタルギアソリッドで想像つくよな。あんな感じやろな。迂回している時間はない。突破する。いいか、お前は俺の後ろに張り付いて走れ。敵の位置をよく見て、自分と敵の間に俺を入れるように位置を取るんだ。俺を盾にしろということだ。分かったか？噛んで含めるように言う。いいんですか、そんなこと。僕はとりあえずうなずく。言っていることの内容は理解できるけど、そんなこと本当にしなくちゃならないのか？走らなくてもどうにかできないか？まあでも、走ろっか。ゲボ吐きながらでも走ろう。それでも走らなきゃ。そうしなければならないんだろう。たった一つのことだけは理解していた。外国人兵士は僕を殺そうとして、中島総長は僕を助けてくれた。ついていけば、走れば助かる。足元の石は陸上のスターターブロックだ。中島総長の声がピストルの合図だ。そう思い込め。
行くぞ。ゴールが見えない全力疾走のトラック競技。ただそう思い込んで駆け続けた。中島総長の背中を見続けた。銃声や叫び声や爆音が聞こえたけど、聞こえないふりをしてただ走り続けたんだ。それでももちろん周りの様子は目に入ってくる。中島総長が走りながらライフルを撃ちまくって周りの敵を倒しているのが分かった。進むたびに、走るたびに、どんどん兵士が倒れていく。どれぐらい走っただろう。いつの間にか敵の姿は見えなくなっていた。さっきまですぐ近くに聞こえていた銃声も遠くなっている。とっくに体は限界を超えていた。それでも走っていて、突然僕は中島総長の背中にぶつかりそうになった。追いついたんじゃない、止まったんだと気づくまでにしばらくかかって、僕はほとんど倒れ込むようにして地面に腰を下ろした。もう絶対立てない、動けない。茂みの影から兵士が現れた。まるで影のように音も立てず、日本人だった。隊長、帰還しました、中島総長が言った。ご苦労と答えるのが聞こえた。そういえば本体からはぐれたと言っていた。彼が仲間なんだろう。中島総長は僕を拾って敵の中を突破したことを簡単に説明した。隊長と呼ばれた兵士は報告を聞き終わって初めて僕の方をじっと見た。あー、この辺にしとく。これセーブできる？これか、中断するとそうなるのか。じゃあ一旦ここまでにしましょうか。ありがとうございました。